皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は皆さんにお知らせがあります。この報徳学院の学習動画、週に5本配信しています。そのメインとなっているのは中学生の歴史の動画なんですけれど、この歴史の動画を作るとき、図書館から資料を10冊くらい借りてきて、それを読み込んで面白いエピソードを探しながら台本を作っています。現在コロナウイルス対策のために図書館が休館になっていて、実は資料が借りられなくて台本を作ることができません。このためしばらくの間、この歴史の動画お休みさせていただきます。再開は図書館が、使えるようになった、資料を借りられるようになったらです。しかし、動画の配信は予定通り週に5本、これは基本です。これまでやってきたお母さんの算数数学教室、これは保護者の方からいただいた質問、これを元にして作っている動画です。それからこの歴史に変わるもの、これはまだ特にこれと言ってないんですけれど、いろいろ多分来週から、いろんな種類のもの混ざって、配信すると思うんですけれど、これも合わせてとにかく週に5本、これはキープしますので、どうぞね、楽しみにしておいてください。今コロナウイルス対策で皆さんきっと学校に行けなくて、ね、仕事が大変でストレス溜まっていると思うんですけれど、ね、報徳学院も今このコロナウイルス対策で4月の第2週から塾は休みになっています。とにかくこの難局を乗り切るまで、ね、みんな一緒に頑張っていきましょう。どうぞこれからもよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。さようなら。